IBM7030 IBM7030 IBM は IBM の最初のスーパーコンピュータ構築の試みであり、ストレッチの名でも知られている。1号機は1961年、ロスアラモス国立研究所に納入された。当初の価格は1350万ドルとされたが、当初の野心的な性能見積もりを達成できず778万ドルにせざるを得なかった。また、 事前に契約していた顧客以外への販売を行わなかった。7030は当初予定したよりも性能が悪かったが、ラークを上回ってはおり、1961年から1964年まで世界最高速のコンピュータの地位を守った。1964年に世界一になったのは CDC6600 である。 ローレンス・リバモア国立研究所のエドワード・テラーは3次元の流体力学計算のための新たな科学計算システムを所望し、IBM とユニバクに対してこの新たなシステムラークへの提案書を要求した。予測コストは約250万ドルで、性能は1から2ミップス、完成期限は契約成立後2から3年とされた。IBM では設計提案書作成を ジョン・グリフィスとジー・アム・ダールらのチームが言った。彼らが提案書を完成し提出しようとしたとき、ダルフ・パーマーがそれを制止して、それは間違いだ言った。提案書の設計で使うとしている、点接触型トランジスタや、接合型トランジスタよりも、最新技術の拡散トランジスタがすぐにも、性能で量がしそうだったのである。チームは、リバモアで、 提案書に描かれた IBM が確実に開発できるマシンを説明したが、同時に我々はこのマシンではなく、もっと良いマシンを作りたい。それにどれだけかかるかはわからない。もしかすると、さらに100万ドルと1年の期間がかかるかもしれない。それがどれだけの性能になるかもわからない。それでも我々は、毎秒1000万命令に挑戦したいと訴えた。 1955年5月、IBM は提案における突然の方針転換のために受注を逃し、当時優勢だったユニバクがラークの契約を勝ち取った。ユニバクが建造したラークは、三術演算は25進法による重心、方式だった。1955年9月、ロスアラモスも同じマシンを発注するかもしれないと恐れた IBM は、 リバモアに拒絶された改善された設計に基づくコンピュータの予備的提案書を送付し、ロスアラモスはこれに興味を持った。この IBM による設計は日チ方式だった。1956年1月、ストレッチプロジェクトが正式に開始された。1956年11月、IBM はロスアラモス国立研究所との契約を勝ち取った。 性能目標は意欲的で IBM704 の100倍とされ、納入期限は1960年となった。設計してみると、クロック速度を遅くしなければならないことが明らかになり、ストレッチは当初の意欲的な性能目標を達成できないことが明らかとなった。それでも IBM704 の60倍から100倍の性能をと予測された。1960年。 IBM 7030の価格は1350万ドルに設定された。1961年、実際にベンチマークを取ってみると IBM 7030の性能は IBM 704の30倍程度であることが判明した。これは IBM 社内に混乱を引き起こした。1961年5月。 会長のトム・アトソンは交渉の結果として7030の価格を778万ドルに再設定し、かつ今後の販売を即時停止することとした。不動小数点演算の性能は、加算は1.38から1.5ミュー秒、乗算は2.48から2.70ミュー秒、除算は9.00から9.90ミュー秒であった。i b m 7 0 0自体は成功したとは、 言い難いが、そこから、様々な技術が生まれ、その後のマシンに生かされていった。ストレッチのトランジスタ論理回路は、標準モジュラーシステムとばれ、IBM7090 科学技術コンピュータ、IBM7080 ビジネスコンピュータ、IBM1620 小型科学技術コンピュータなどに使われた。IBM7032 型磁気コア装置も、 IBM 7090K や IBM 7080で使われた。マルチタスク、メモリ保護機能、汎用割り込み、機構、8ビットバイトといったコンセプトは後にシステム360で活かされ、その後の CPU でも採用された。パイプライン処理、命令、プリフェッチとデコード、メモリインターリーブなどは後のスーパーコンピュータの設計で使われた。これらの技術は、 最新のマイクロプロセッサでも使われている。中、ローレンスリバモア国立研究所の IBM7030 やマイター社、ブリガムヤング大学の IBM7030 は、コンピュータ歴史博物館のコレクションとなっている。命令は32ビット形式のものと64ビット形式のものがあった。レジスタはメモリの先頭32ワード部分とオーバーレイされていた。 アキュレータとインデックスレジスタは、符号仮数形式として処理される。16,384ワードを1バンクとして、最大262,144ワード。ワード長は64ビット。メモリは油に浸され、特性が変化しないよう温度が一定に保たれていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。